服部半蔵。承知。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。幕府の指揮のもと、邪悪なる何者かの意志が気運の広がりを助長していることが突き止められる。この事態の原因究明並びに元凶の排除の任を与えられた服部半蔵は、配下の忍びたちを諸国へと送る。自身もまた伊賀から離れ騒乱の最中へと身を投じるのである。外流島羊の国。お前さんが相手かい。泣きを見ても知らねえぜ。服部半蔵 VS 覇王丸、いざ尋常に一本目勝負。ポーン、オープン、変地ディア、オープン、変地ホッチェ、バクインディ、ホッ、バクインディ、甘い、オープン、ホッ、勝者服部半蔵。陰、二本目勝負。ハッ、バクインディ、バクインディ、バクインディ、うん、キャー、よっしゃー、バクインディ、キャー、ヒッ、うん、よっ、キャー、ハッ、ヒッ、トゥ、うん、半蔵。何時の命運尽きたり。ふん、お主の手荒な剣では拙者の影すら捉えることはあたまじ。ミネルバの間。貴様の無礼な剣で私の相手が務まるとは思えんな。服部半蔵 VS シャルロット、いざ尋常に一本目勝負。
クインリュー。勝者シャルロット。二本目勝負。ディア！バクインリー！そっ、やあ！トライ！ディア！ハッ！ディア！服部半蔵。銀。最終戦勝負。ファー！ディア！バクインリー！ハッ！オッ！天柱！覚悟めされよ。消滅。勝負あり。勝者服部半蔵。影掴むことかなわじ。華麗であるだけの剣、拙者を討ち取るには程遠し。うずき。これよりは抗議の任。若輩者はここまでにいたせい。服部半蔵 VS 柳生十兵衛、いざ尋常に一本目勝負。はっ、はっ、うん、ふ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 ん、行くぞ、こわっ、ふん、ふん、ふん、ディア！烈風手裏剣！烈風手裏剣！こっちが！おっ！天地！勝者服部半蔵。銀！二本目勝負！一角！グラト！おっ！ビギリソ！勝者柳生十兵衛。最終戦勝負。メスケ。バクインリー。フォー！よかったわ。勝者服部半蔵。影掴むことかなわじ。衰えを知らぬその剣のさえ、さすがは十兵衛殿。手合わせ感謝いたす。あな悲しや、あな苦しや、憎しい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 。
熊野古道。売られた喧嘩は買う主義でね。覚悟してくれよ。服部半蔵 VS ダーリーダガー、いざ尋常に一本目勝負。バクエンディング、キャッチ。ふんふん、こっちだ。ヘッハッ、ふん、やっ、やっ、ハッ、ハッ、バクエンディング、ふん、こっちだ。ハッ、うん、上だ。ほー、こっちだ。ハッ、ほー、ハッ、ふん、やっほー！ハッ！バクエンディ！やっ！やっほー！ハッ！バクエンディ！ハッ！うわー！勝者、ダーリーダガー。そのまま寝てな。二本目、勝負！いやー！忍びの道とは、死から死へと流転を続けるもの。影から闇、闇より奈落へと終生振りゆくのだ。芝居小屋。ここで出会ったのも何かの縁。わしの舞、とくとその身に刻み込め。服部半蔵 VS 千両京四郎、いざ尋常に一本目勝負。こっちじゃ。うっ、うん、あっちの右岸。ほっ、つかほっ、バクエンディ、ヘッホー！バクエンディ！ホー！相手に勝つ！ホッ！バクエンディ！おつまみ！ディア！ホー！ホッ！バクエンディ！相手に勝つ！ホッ！ホー！こっちだ！スパー！ユー！ホー！ホー！勝者、千両京四郎。この京四郎、甘くはないわ！
2本目勝負。いやあっちの右にし、おっ甘いか、おーメッセージ、いやーえっ、おー大変力だ、おーメッセージ、よいしょ、いやーファー、いやーえっ、おーいやー、勝者服部半蔵、銀最終戦勝負、いやこっちじゃ、しっかり挑戦なり、こっちじゃ、いやふしゃく神妙を神婚に徹し、我が身は行かん。蘭学修繕の義のために。外流島、牛の国。あんたもこの先に用事かい？奇遇だね。俺もさ。服部半蔵 VS 徳川義虎、いざ尋常に一本目勝負。おー！いやー！はっ！爆炎流！有料！はっ！やった！はっ！上だぜ！うわー！はやて！ふぅー！ほっ！取れるだろう！ほっ！ほぉー！ほっ！ほっ！勝者、服部半蔵。銀！二本目、勝負！ふぅー！ふぅー！爆炎に！うん、狭い！ナデシコ！マクイン！シュッ！うん！えっ！ハーッ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 ！マクイン！覚悟を召されよ！勝負ありだぜ！勝者、服部半蔵。何時の命運尽きたり。影に生き、光と交わらぬ拙者が義虎様と刃を交えられたこと、我が身に有り余る光栄。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。味方ヶ原。ふん、私を呼んだのはお前。服部半蔵。
バーサス四季、いざ尋常に一本目勝負。いやはっ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 勝者服部半蔵。凛。二本目勝負。ホッパー。ディア。はっ。ホッ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 。爆炎。はあ。うん。爆炎。はっ。やっ。ホッ。おお。メス。勝者服部半蔵。何時の命運尽きた。その身に刻んだ魔性の術の正体、拙者の目でも見抜けぬとは。不気味な娘よ。洛中三門前。なるほど、お主が九段のカラス天狗。まだ若い。しかし幕府へあだなす賊であれば、もとより見過ごす道理もなし。邪気の根源は目と鼻の先。本来なら争っている場合じゃないが、相手が幕府の隠密であれば、俺にも引く義理はない。服部半蔵 VS 鞍馬夜叉丸、いざ尋常に一本目勝負。烈風手裏剣。はぁ、烈風手裏剣。ふんとぉー、ほっ。ふんとぉー、ディアー、ほっ。はぁ、ほっ。ディアー、こっちだ。とぉー、やぁ、とぉー。爆炎に、ホーッ、セッハオラ、ホッポー、ハッ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 ハ。凛。二本目勝負。烈風手裏剣。はっ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 はほっ、えっ、せい、あわらっ、ほっ、うん、せっ、よっ、はっ、こっちだ、はっ、あっ、烈風手裏剣、烈風手裏剣、ねえ、よっ、大村に、どうだ、勝者。服部半蔵。何時の命運尽きた。大岡さん、お主の重金、覇者検証すら許されぬ。カラス天狗、討ち取ったり。Thank you.
なくなればいい。静か千年桜。憎しい、憎しい、思い出せぬ。ここは暗くて。この4人、魂まで邪気に飲まれたか。この服部半蔵、公儀の任にて誅殺いたす。服部半蔵 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。来るな。
ああ、私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。静か御前の浄化昇天により邪気は薄れ、日の本を覆い尽くさんとしていた彩花は今や完全に鎮静した様子であった。立ち会い人として事件終結を見届け、江戸へと向かう旧友十兵衛と同じく、半蔵もまた伊賀への帰路につくのであった。その夜、半蔵は団らんのひとときを過ごす。調査のため西へ旅立つという長男の語らいに耳を傾けていると、彼の肩に妻の楓の指先が触れた。楓は一枚の桜の花びらをつまみ上げる。ああ、もうこんな季節なのね。彼女の顔には優しい笑みが浮かんでいた。あれからいくつきもの時間が経った。混乱や暴動の大半は収まりつつあるが、彩花は傷跡を残し国を未だ苦しめている。幕府に仕える影の一族の矜持を胸に、半蔵は眼前に集う部下たちへ再び各地へ散るように命じる。全ては幕府による天下太平のために。忍びの道たるは無常にして無常、闇に生き、黄泉路を行く者なり。